はい、こんにちは、しあすかです。今回はですね、孫の二乗の法則ということで、孫正義の成功哲学、板垣英賢さんが書かれた本をご紹介したいと思います。まあ、この本はですね、まあ、孫社長が直接書かれた本ではないんですけれども、極めて、孫社長の考え方っていうのが、すごく戦略っていう視点から見てですね、簡潔にまとめられた非常に、いい本だと思います。まあ、世界一の企業を作るっていうビジョンでですね、1台で、3兆円を超える、ソフトバンクを作られた、21世紀の日本のを代表するまさに、天才経営者の考え方がですね、この、孫の二乗の法則という本の中に非常に、簡潔にまとめられています。で、孫の二乗の法則っていう、この二乗っていうのは何なのかっていうと、孫正義の孫と、それから孫子ですね、中国の古代の戦略家であった孫子のこの、2人の孫っていう、孫×孫ということで孫の二乗の法則ということで、 5×5 で25文字に、その戦略の最も大切な考え方を、漢字1字ずつ合計25文字で表しています。で、この25文字を全部解説してたらですね、それこそ2時間あっても3時間あっても全然足りないので、あえて1文字私がとても珍しい考え方だなと思っている1文字をご紹介したいと思います。それは数字の7っていう本、数あの文字なんですけど、7ですね、数字の7、1,2,3,4,5,6,7 の7、この7っていう数字が入ってるのがすごく珍しいなと思っています。で、この7っていう数字は何なのかっていうと、勝率7割だったら5っていう7なんですね。普通だったらですね、勝率10割とか勝率9割だったら5だと思うんですけど、孫社長はですね、7割の勝算が見込めるんだったら5という判断を、しているみたいです。つまり遅すぎるよりは早めで、勝負をかけたいということなんですね。ただし逆の言い方をしたら、7割は勝率がないとやっぱりさすがの孫社長でも5は出さないということなんですね。で、これをですね、孫社長はトカゲの尻尾切りっていう、例えで説明しているんですけれども、トカゲの尻尾はですね、切っても切ってもまた生えてくると。つまり3割ぐらいのリスクだったら十分企業としては背負えると。だけど、それ以上になると致命傷になってしまうので、さすがに挑戦ができないということで、7っていう勝率7割の7っていうのを基準にしているということなんですね。で、孫社長もですね、昔の織田信長みたいなイメージがあって、とにかくいつでもこう勇猛果敢にチャレンジするっていうイメージがあるんですけど、実はこの7割の勝算が見込めない限りは挑戦してないと。結構戦い方としてはオーソドックス。それは昔の織田信長も一緒なんですけど、織田信長も奇襲っていうのは一生のうちで1回しかやってないんですね。そのなんかちょっと無謀な挑戦みたいなのっていうのは実は1回しかやってないんです。その1回っていうのは何かって言ったら、桶狭間の戦いで今川義元に対して奇襲攻撃をかけてるわけですけど、実はそのインパクトがあまりにも強いので、織田信長っていうのはすごい勇猛果敢なですね、向こう水な大将みたいなイメージがすごく強いんですけど、実は1回しかやってないんですね。あとは必ず相手よりも軍勢を多くの軍勢を率いて勝てるっていう戦いを中心にやっています。なので極めてオーソドックスな戦い方をずっとやってるんですね。なおかつ相手の方が強いと思ったらすぐに撤退する、もしくは自分が大将として、本陣に逃げ帰るっていった戦い方をしているわけです。自分の命なんか顧みないでとにかく突撃するっていうのは、その桶狭間の戦いでしかやってない。同じように孫社長もですね、実はソフトバンクの買収の時っていうのは社運をかけて、このソフトバンクの、ごめんなさい、言い間違えました、失礼しました。ソフトバンクの買収じゃなくて、ボーダフォンですね、ボーダフォンの買収の時っていうのは、そのソフトバンクっていう会社の社運をかけて、
まあ、これを失敗したらソフトバンクは終わりだろうという勝負をかけていますけれども、それ以外のところっていうのはまさにトカゲの尻尾切りというか、仮に失敗したとしても致命傷にはならない、3割のリスクで済むだろうという勝負しか実はかけてないっていうことがこの本を読んでいくと分かります。まあ、実はですね、その孫社長のイメージと実際行っている、もしくは考えている戦略っていうのは違っていて、それは7、勝率7割だったら5、9割だったら遅すぎると。競合相手が競合相手もそこでは動き出すので、9割じゃなくて7割だったら5だという考え方を持っています。まあ、そういった孫社長が何を考え、どのように行動してきたかっていうのが分かる、そして希代の、まあ、天才というかですね、一代で3兆円企業を作り上げた、まあ、孫社長の思考を学ぶ上でですね、この本っていうのは大変分かりやすく貴重な本だというふうに思って今回ご紹介させていただいています。はい、板垣英賢さんが書かれた孫の二乗の法則、孫正義の成功哲学をご紹介させていただきました。今回もご視聴くださりありがとうございます。あなたのコーチ、白坂慎太郎でした。